二階鉄道駅改札口、コンコース道路をまたぐ連絡通路で結ばれている、駅ビルとホーム、戸和田市駅は、かつて、青森県戸和田市東一番町に存在した、戸和田観光電鉄線の駅である。以下の記事は、鉄道線廃止前日である2012年3月31日時点について記載している、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。駅舎は、駅ビルとなっており、 出札窓口と改札口はビルの2階にあった。駅舎とホームとは道路をまたぐ連絡通路で結ばれていた。社員配置駅で運輸事業部鉄道課が併設されていた。出札窓口と自動券売機2台が設置されており、窓口では定期乗車券、後券入場券、記念乗車券などの乗車券類のほかに鉄道グッズを発売していた。駅ビルには大英の FC である。 大栄道鉄駅ビル店を中心として多くのテナントが入居していた。このことからショッピングセンター内にある駅舎として東北の駅百選に選定された。その後、道駅ビルの再開発計画が打ち出されたものの一時頓ん2007年3月31日に閉店した。その後何度か駅ビルの再開発が計画されて建物は解体され2014年4月までに跡地を 保有する不動産開発会社ごと、スーパーマーケットをチェーン展開しているユニバースに買収された。バス案内所、ドアダ電鉄観光車ツーリストサロン、バス乗り場、そばコーナー、売店は1階にある。また、バスターミナル近くにある、タクシー乗り場では、重鉄の子会社であるとうて交通が、独占的に乗り入れ、待機しており、市内の他のタクシー事業者、三本木タクシー、 戸和田タクシーについては乗り入れ、待機はしていなかった。戸和田観光電鉄、南部バス、国際工業バスが乗り入れており、駅廃止からバス停廃止後までの間も停留署名は各社とも、戸和田市駅のままで存続していた。2012年4月13日までは、一部系統を除き駅ビル1階にあるバスターミナルから発着していた。一番乗り場、編集二番乗り場、編集三番乗り場、 編集その他、編集南部バスの戸和田市駅停留所は、駅ビル内のバスターミナルには乗り入れず、隣接する道路側のバス停からの発車していた。なお、南部バスは、戸和田市駅を出ると次の、元町東には停車せず、その一つ先の10丁目に停車する。元町東は、元々旧戸和田市駅として設置された停留所で、新駅舎以降後は、 重鉄本社前という名称で存続し、旧本社建屋解体の際に名称が変更になった。南部バスの戸和田市駅停留所と元町東停留所は至近距離にあった。なお、戸和田市駅バス停廃止後、南部バスは戸和田市駅バス停から600メートルほど東にある折り返し施設として利用している場所に、東11番町バス停を設けたが、引き続き、 元町東バス停での乗降はできない。2000年代にダイエートのフランチャイズ、商品供給契約を打ち切られた、東鉄は、三沢店とともに、スーパーマーケット事業からの撤退を表明。2006年12月に、仙台市の開発業者、サンシティが、戸和田市駅を含めた、閉鎖後のショッピングセンター全体の再開発計画、打ち出したが、土地、建物の価格面で、折り合いがつかず、 2007年3月30日にサンシティは再開発計画を断念した。このため、後続のテナントが決定しないまま2007年3月31日をもって、駅ターミナル部分、銀行、郵便局部分を除いたショッピングセンター全体が閉店した。その後、同年10月30日には新たな再開発構想が浮上し、住鉄の親会社である。 国際工業が新たな開発業者として大和システムと交渉し土地と建物の売却契約が結ばれて同社に譲渡された大和システムは2008年末開業の予定で新たな複合型ショッピングセンターを建設する構想を進めていたがテナント募集が進まなかったことから2008年1月に開業予定を一旦2009年下半期に先送りし その後2008年12月に2010年下半期に再度先送りすることを戸和田し側に申し入れた後2009年5月15日に再開発計画を凍結する方針を固めたことが表面化した。そして2010年10月に台湾システムが民事再生法の適用を申請してその手続きに入ったことからこの再開計画は事実上白紙撤回された。そこで 地元の不動産業者が受け皿となる不動産開発会社を設立して2011年3月までに買収交渉を終えて取得し地場資本による再開発を行う構想を発表した。そして2012年1月にスーパーマーケットを各店舗として物販、飲食や銀行などのテナントが入居する約8000平方メートルの商業施設にアートやイベントなどで活用できる。 公益的機能を持たせた約1000平方メートルの広場を併設した新たな複合商業施設を建設する構想が浮上した。これに伴い、重鉄は建物所有者から2012年3月までに駅ビルから駅舎を撤退するよう求められていることを明らかにしており、沿線市町村に駅舎建て替えも含めた財政支援を求めていたが、支援を受けるのが困難なことや、 利用者の低迷などから東わ田観光電鉄は2012年3月末をもって鉄道線を廃止することになった。2012年の鉄道線廃止が近づくと解体に向けた動きはさらに進捗し、駅構内に現存するテナントについても撤退や移転が進められた。青森銀行 JA バンク青い森信用金庫の ATM コーナーは2012年3月に撤退。 戸和田観光電鉄直営で人気のあった駅そば、売店やバス窓口を含む戸和田電鉄観光車の営業所は同年4月13日で校内での営業を終了し、いずれも現本社のある戸和田市中央バスターミナルへ移転することになった。またこれに伴い校内へバスの乗り入れができなくなるため戸和田観光電鉄バスは4月14日、始発便からそれまで 鉄道代替バスのみが発着していた隣接する道路上の停留所に全てのバスが発着していたが、バス停自体も2016年3月31日付で廃止され、ドア出しの玄関口としての機能を完全に失った形となる6月30日付で先行して停車を取りやめている。駅ビル内に最後まで入居していた。 戸和田東一番町郵便局は2012年10月29日に近隣の元町東地区へ移転し、戸和田元町郵便局へ改称された。同様に、道の区銀行重鉄駅ビル支店も2012年11月5日から敷地内に建設された新店舗へ移転。さらに、2013年2月に市中心部にあった戸和田支店と統合し、店舗網の整理が行われた。ところが、 この不動産開発会社は建物の解体を行ったものの新たな施設を建設する前の段階に止まった状態で2014年4月までにスーパーマーケットをチェーン展開しているユニバースに会社ごと売却されたため同社に開発の主体が移る形となったユニバースに開発主体が移ってからも2年ほどは工事の進捗がほとんど見られなかったが 2016年11月11日に近隣のユニバース東一番頂点を移転する形で敷地内に大型商業施設ユニバース戸和田東ショッピングセンターを開店し駅ビル閉店から9年余りの月日を経て同時に商業施設が再設置された戸和田観光電鉄戸和田観光電鉄線東や団地駅と和田市駅ありがとうございます